のオリジナルなんですけど、次の曲はまあ何やろ、裏腹っていう曲をね歌わせていただくんですけど、まあ雰囲気的にはかなりまあズーンって感じの暗めの曲なんですけど、私小学生の時に結構ね、まあ、寂しい人だったんですよ。もう友達がグラウンドで遊んでるのをね、一人でこうやってね、6年生の時、一番上やから3階からこうやって見てたりとか、廊下でうろちょろしてたりとか、結構一人でいることが多くて、まあまあ寂しい感じで、ぼっちという部類に入るような人だったんですけど、その時になんか悪口とか言われたりまあするじゃないですか、絶対あるでしょ皆さん。そういう時に絶対ね、なんやねんお前嫌いやってなると思うんです。絶対なると思う。ならへんあれなると思うんですよ。その時にでも嫌いって言ってるけど、ほんまは大好きで、そのみんなが遊んでるね輪っかの中に入れてほしいとか、仲良しのね人たちの中で私も楽しく遊びたいななんて思ってた時期があったので、それをね曲に書いてみたっていう曲ですね。ちょっとね思い出しながら書いて、どんだけ暗いんだよ思いながらね、昔の私はかなりダークでしたねっていう曲です。それを、はい、休憩前最後に歌いますね。共感してくれる人いるんじゃないかなって思って書いた曲なんですけど、何言ってんのって思ったら、まあそれはそれです歌いたいと思います。では休憩前最後聴いてください。裏腹いつか裏切るんだろう、いつか嫌われんだろう、いつか消え去るんだろう、こんな僕がいつもバカにしてんだろう、いつも笑われてんだろう、いつも陰口だろう、僕のこと嫌いなら消されんだろう、こんな僕は、そして沈んでくんだろう、そしてこぼれてくんだろう、なのに何もなかったよ、僕のこと嫌いなら見つめないでくれ、勝手にしてくれ、僕の前から消えてしまう。
ございました。北村くらいでした。ワンマンのチケット持っているのでぜひ声をかけてください。寂しくここでポツンといるのでぜひ、ね、話しかけてください。ありがとうございました。北村くらいでした。